今日は8月24日の土曜日です。現状に入って25週目の経過報告動画を撮ってみたいと思います。8月11日にボディビュー大会に出場してから約2週間が経ちました。で、今朝の体重はですね 65.5 キロだったんですけども、ボディビュー大会当日の朝が 65.6 キロだったので、ほぼ同じ数字に今朝並んだんですね。で、ボディビュー大会にはですね、その向けて2日前ぐらいからカーブアップをして、で、当日大会出てですね、翌日もお昼まではチート食みたいなものを、ね、食べたということで、2キロぐらい体重が増えてですね、一時67キロぐらいまで戻ったんですけど、でそこからですね、また減量を開始して、先週は、66.7 キロっていうね、経過報道の時にお伝えしたんですけども、そこから、1週間で、1キロぐらいはですね、ちょっとこうストンって落ちて、今朝に至るっていう状態なんですけども、そのボディビュー大会終わってから今までの2週間で何をやったのかというと、一応先週お伝えした食事内容と全く同じものを続けてます。はい、一応こういうね食事内容で、これはボディビュー大会に向けた減量中の時も、カーブアップの前にちょっと炭水化物を減らすということをやるんですけど、その前にとってたのと全く同じ食事内容なんですね。で、その実際体重がね、ボディビル大会の時と、今一緒っていうことなんですけども、見た目のコンディション的にはどうなのかっていうと、今の方がなんとなく絞れてるように感じるんですね。こう力を入れるとこんな感じで、三頭筋とかもですね、力を入れるとこうストリエーションが出るんですけど、ボディビル大会の時はここまで細かくカットが出てなかったような気がするんですよね。あとね、下半身の状態はだいぶ違います。ボディビル大会の時の方がもう少しむくんだような感じになっていて、今はね、結構血管とかもだいぶ浮くようになってきてですね、特に日焼けマシンに入った後とか、こう水が抜けるもんですから血管って浮いてくるんですけども、その浮き具合は今の方がこう全体的にバーッとね、太ももに血管見えてきたりするので、だから本当今の方がコンディション的にはいいんじゃないかなというふうには思います。で、それをね、なんでなのかなって、自分でいろいろこう推理したりとかはしてるんですけど、思い当たることとすればですね、ボディビル大会の時はこう体重をこう落としてきた中でのゴールだったわけで、体重の落ちるペースっていうのはこう今回はね、一定のペースで落とすことができたんですけども、やっぱりこう落ちてる最中っていうのは体がある程度こう脂肪を落とさないようにいろいろ抵抗することをやると思うんですよね。例えば僕にそのもっと食べろみたいな信号を与えてきたりとか、あとはそのむくみみたいな形でね、抵抗したりとかっていうのもあるかもしれないので、そういうのがまだ体の反応として残ってる中でボディビル大会に出場したのかなみたいな。で、一旦落とした状態で、フィジーク大会に向けて2週間ね、こう過ごしていく中で、2キロ増えたといっても、それは多分むくみだと思いますから、体脂肪としては、本当ビビたる量しか増えてないと思いますので、こう落ちるペースとしてはこうなってたのが、ボディビル大会を境に、ほぼ横ばいになった状態になったのかなということで、だから体が感じる負担っていうのはですね、この2週間っていうのはそんなにこうきつくない、危機感を感じてないんじゃないかなというところで、むくみが取れたりとかですね、その感覚として食べたい衝動だったりとかね、そういうのをあまり感じさせないのかなというふうに思ったりしています。だから本当体もね、すごい楽で、ボディビル大会に向けての減量中よりは今の方が本当に楽なんですよね。ただそのトレーニングのハードさとかね、そういうことはで言うと今の方がこうきつく、師匠と一緒にやらせていただいていて、結構ハードに追い込んでいただいてるんですけども、今回のそのフィジーク大会に向けてのトレーニング内容としてはですね、すごいこう細かく筋肉を分けて意識して行うトレーニングで、だから種目数をたくさんやってます。その代わりセット数をですね、ちょっと少なくするっていう感じでやっていて、トータルのセット数としては、ボディビル大会の時に比べると、2、3セット多いかなというところなんですけども、疲労感っていうかね、追い込んだっていう感じは今の方が結構してるし、実際トレーニング終わった後のね、こうくたっていう感じも今の方があるんですけども、
まあ、精神的というかね、こう体の感じる負担としては、まあ、全然楽だなっていうふうに感じてます。はい、だから一応来週はですね、ラスト1週間ということで、またフィジック大会の前はカーブアップをするもんですから、そのカーブアップのために、来週はそのグリコーゲンをね、こう空欠にするってことをまたやっていきますので、来週は炭水化物の量はですね、今よりもちょっと減らすっていうことはやると思うんですけども、まあ、今のねこのコンディションが、そのね、来週1週間最終調整やることによってどこまでこう詰めていくことができるのかっていうのは自分的にもすごい楽しみではあります。本当にボディビル大会に向けての減量と同じような感じで調整は進めていってるんですけども、ただね、こうそれがフィジック大会に向けてのその調整として果たして正解なのかどうかっていうのは、まあ、正直わからないところではあるんですけども、まあ、前回の動画にもですねコメントをいただいたんですけども、ちょっと絞りすぎじゃないのみたいなね、そのフィジックで出る場合だったらもうちょっとこう脂肪を戻した方がいいんじゃないですかみたいなね、そういう意見とかもいただいたりしたんですけども、まあ、そこはね正直わからないところではあります。まあね、仕上がった体っていう、その仕上がったっていう基準がどこにあるのかっていうのは本当その明確な基準はないもんですから、まあ、これはね自分でこれがいいと思った体で主張するっていうのが、まあ、正解なのかなというふうには僕は思ってるもんですから、まあまあ僕の中ではやっぱりしっかりと仕上げていった方がその筋肉のセパレーションとかもねはっきり見えると思いますし、まあ、その方が見栄えがね舞台の上ではいいんじゃないかなというふうには思ってますから、だからまあ来週1週間しっかり仕上げて出てくるんですけども、まあ、その結果ねどういう評価を受けるのかっていうのは、そこはまあ自分のその取り組んできたことの答え合わせみたいな感じでね、まあどういう結果なのかっていうのは受け止めようかなというふうには思っています。はい、というところで、まあ結局ねオールジャパンとかそのあたりのレベルになってくると、本当すごい選手がたくさん出てきますし、皆さんそれぞれねこう強烈な個性を持った方たちばかりだと思いますから、その中でいかに目立つかっていうところでね、僕も自分なりの個性を出さなきゃいけないんじゃないかって思いますから、だからそこはしっかりと仕上げるっていうことをね個性にしようかなというふうに思って、まあ、それを狙っていこうと思ってます。それがね狙い通りにいけば、まあ、順位がつくでしょうし、外せばまあ逆につかないってことになるんですけども、だからねそれがどういう結果になるのかっていうのはね楽しみだなと思いつつ、不安も多少はあるんですけども、まあその辺は本当に自分の持てる力をね 100% 出せるように、しっかりと、まあ、舞台の上でポーズを取るということを当日はやろうと思ってます。じゃあですね、今週も前回の動画にいただいたご質問に、回答させていただきたいと思うんですけども、2つほどですねご質問をご紹介したいと思います。減量時から脂肪をつけすぎないようにリーンにバルクすることについてどう思いますかっていう、まず最初のご質問なんですけども、この脂肪つけすぎないようにっていう意識でバルクアップすることはですね、僕は大会を目指す選手としては理想的なんじゃないかなというふうには思います。減量期間がね、あまり長くなっちゃうと、それはリスクがどうしても出てくるっていうことになりますから、それは筋肉が犠牲になっちゃうっていうね、リスクが出てくる可能性はありますから、だからそのリスクをね、極力減らすためには減量幅はなるべく少なくするっていうのがね、理想だと思いますので、まあ、このこれができるならそれが一番いいんじゃないかなというふうには思うんですけど、ただあんまりこう脂肪をつけすぎないようにという意識が強くなりすぎると、摂取カロリーがね、その理想的なバルクアップに対してちょっと足りないっていうことになっちゃうと、それは効率的にバルクアップできないっていうことにはなるかもしれませんので、だからそこはですね、ある程度はつくっていう前提で、しっかりとカロリーを取った上でハードにトレーニングをやるっていうのが、まあ、バルクアップのためには必要だとは思うんですけども、ただ、何でもいいからこうね、溜め込んで、みたいな感じでやると、本当まあ、脂肪がつきすぎ、脂肪つきすぎちゃって、減量幅が大きくなっちゃうっていうことになりますから、まあ、そのね、こう、線引きっていうのは結構難しかったりするんですけども、まあ、そこは、
ある程度ね、こう経験で、その減量幅っていうのは理想のね、数字っていうのを見つけていただくといいのかなというふうには思いますけどね。では、ちなみにね、僕の個人的な話をさせていただくと、今回僕のね、減量幅っていうのは12キロ。だったんですけども、まあ、その数字ってどうだったのっていうふうに思い返すと、ちょっと多かったかなというふうに思っています。まあ、落とせないことはない数字ではあるんですけども、やっぱり減量期間がね、今回5ヶ月ちょっとでしたけども、もう少し、長く取った方がいいんじゃないかなと、今回の、今のね、コンディションとかも考えると思ったりします。はい。やっぱり、ある程度仕上げた状態にして、そこから、最終調整っていうその時間っていうのはね、ある程度設けた方がその体もしっかり仕上がりますし、負担的にもね軽く感じたりするので、だから今回ね、その一旦ボディビル大会に向けて仕上げて、またねフィジーク大会に向けてっていうその調整を経て、改めてそういうふうに思いました。あとはやっぱりスタートした時点でね、こうたくさん脂肪がついた部分っていうのは本当最後までやっぱ残っちゃいますし、そこを落とすのはすごい苦労しましたので、そこまでねやっぱ脂肪を溜め込まないように留めておくっていうのも本当必要だなっていうふうに改めて思いました。だからまあいろいろそういうことを考慮すると、次回の大会に向けての減量幅っていうのは、まあ、10キロ以内に収めておく、まあ、7、8キロぐらいを上限にした方がいいのかなというところで、まあ、次回のね、オフの時は、まあ、それを意識した食事をとっていこうかなというところで思ってます。はい。だからまあ、食事内容は自動的にね、こうある程度リーンなものにはなるのかなというふうには思うんですけど、まあ、でもそのボディビルダーとしてね、こう、フィジーカーとして、まあ、コンテストを目指す選手として、取るバルカップの食事っていうのは、ある程度リーンになるのは理想だというふうには僕は思ってるんですけども、まあ、基本的には減量食を、その主軸みたいな感じで、そこに対して油だったりとか、炭水化物を、まあ、ちょっとプラスしてカロリーを増やすっていう食事が、そのバルカップ食としてはね、理想なんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、それをね、見つけるっていうのも、本当、体作りの一環だと思いますので、まあ、それは僕自身も、この先ね、いろいろ試しながら、見つけていければなというふうに思っています。はい。ということで、次のね、ご質問に行きたいと思います。まあ、ご質問というかね、相談というふうに書かれてるんですけども、大会のために5ヶ月間の減量後、1週間で10キロリバウンドしてしまいました。食欲が収まりません。次の大会への減量のためにも増やしすぎるのは良くないと思いつつも、暇さえあれば菓子パンなどを口にしてしまいますということで、まあ、解決策があればよろしくお願いしますという ご相談なんですけども、まあ、これはさっきのね、リーンにバルクするっていうことに対しての、まあ、正反対のね、事例になっちゃうと思うんですけど、まあ、ただね、5ヶ月間の減量後、一気に1週間で10キロリバウンドするっていうのは、僕自身も何回も経験したことがあって、まあ、要するに、大会終わった後にね、こう、ドカ食いしちゃうから、まあ、増えちゃうわけなんですけども、まあ、それまで控えていたね、油とか塩分が、一気にガーッと入ってくることによって、まあ、体がちょっと処理しきれなくなって、むくんじゃう。っていうのが、その10キロ増える原因にはなると思うんですね。で、まあ、むくみなので、もうちょっと時間が経つとね、落ち着いてきたりするんですよ。で、僕のパターンですと、例えば1週間で10キロ増えたとしても、その後の1週間でむくみが取れてきて、まあ、5キロぐらいすると落ちてですね、最終的に2週間で、5キロぐらいの、まあ、その体重増になったっていう感じで、増えていったりはね、したんですことはあるんですけども、まあ、そうですね。やっぱり、初めての減量なんですかね。やっぱり節制してね、こう、貯めてっていう食欲が、大会終わるとやっぱ爆発しちゃいますから、目につくものね、こう、食べたくなっちゃうっていうのは、やっぱり衝動としてあると思うんですよね。で、その食が収まらないっていうのも、その、リバウンドの一環なので、まあ、多少はね、しょうがないのかなっていうふうには思うんですけども、ただね、そのこう食べ放題食べてるっていうのが習慣になっちゃうと、まあ、こういう感じでね、菓子パンとかをねこう食べ過ぎちゃうっていう状態になっちゃったりするんですね。できれば、まあ、ある程度満足するところまで食べたら、それ以降は食べないようにするっていうふうにやっていただくのがいいんじゃないかなというところで、まあ、解決策としてはですね、これはもう本当単純明快、スパッとどっかでやめる
ていうところで、習慣化をですね、こう遮断していただくのがいいと思います。僕自身もね、一時やったことがあったんですけど、バルクアップするために極力カロリーを入れようと思ってですね、毎日コンビニで菓子パンを食べるっていうことをですね、一時増量期でやったことがあって、でそれってね、本当習慣になっちゃうんですよ。だから菓子パンを買わないと不安になるっていう状態にね、一時なったことがあって、で、何も不幸がなければそれでいいんですけども、やっぱりね、こう、普通に食事を取りつつ、さらに菓子パンを食べるっていうことであると、カロリーがね、高いもんですから、脂肪がね、どんどん増えていったんですね、その時。で、腰回りとかお尻に、本当脂肪がだいぶついてきちゃって、あ、これはちょっと次絞るときやばいかもっていうふうに思ってですね、もうそこでやめようと思って、菓子パンはピタッとやめたんですね。で、やめたら、数日経つとね、本当その不安感だったりとか、こう食べたいなっていう衝動ってなくなって、僕の場合は来たんですけども、だから本当、やめたいなっていうタイミングでピタッとやめるっていうことをやっていただくと、何日間が経てばですね、本当その、菓子パンを食べる習慣っていうのはなくなると思いますので、ぜひね、それを試してみてください。それか、違うものを食べるとかっていうのも、なんですか、気晴らしにはなると思いますから、菓子パンじゃなくて、例えばね、果物食べるとかっていうのも、こう、気晴らしにはなりますし、菓子パンに比べれば、カロリーもね、だいぶ低いもんですから、体に与える影響っていうのも少ないと思いますので、そういうふうに置き換えるか、あるいはスパッとやめるかのどちらかで、ちょっとね、こう、対策をしていただければなというふうに思います。で、ここから先の話は、参考程度にね、聞いていただければと思うんですけども、本当ね、砂糖の摂りすぎっていうのは体に良くないというふうに言われていて、で、それはね、砂糖に含まれている果糖が原因らしいんですね。果糖っていうのは、体に入ってくると、直接肝臓に行って代謝されるんですけども、その分ね、肝臓に負担をかける糖分でもあるわけなんですよ。例えばご飯とかってね、食べると、澱粉質のものって食べるとね、消化されて最後ブドウ糖にまで分解されるんですけども、ブドウ糖の場合は、体に吸収されるとですね、20% が、肝臓に行って、残りの 80% は全身の細胞で使われるそうなんですね。だから、例えば100キロカロリーの、ブドウ糖を取ると、20キロカロリーだけ肝臓に行くっていう状態になるんですけども、これが砂糖の場合だと話が違ってきて、砂糖っていうのはブドウ糖と果糖がね、半々でこうできたものなんですけども、だから、例えば100キロカロリーの砂糖を取るとですね、そのうちの半分、果糖の部分はですね、50キロカロリーは直接肝臓に行く。で、ブドウ糖、残りの50キロカロリーのブドウ糖のうち 20%、はですね、要するに10キロカロリーも肝臓に行っちゃうっていうことで、同じ100キロカロリーのブドウ糖と砂糖を取った場合はですね、肝臓に行くカロリーが全然違うんですね。ブドウ糖だけだと20キロカロリーしか肝臓に行かないのに対して、砂糖を取ると60キロカロリーも肝臓に来ちゃうっていうことで、それだけ肝臓にかかる負担は大きくなるもんですから、だから砂糖っていうのは取りすぎるとあんまり良くないっていう状態になっちゃうんですよ。もちろん取りすぎると良くないっていうところで、適度に取る分には全然問題ないんですけども、で、菓子パンはどうなのかっていうと、やっぱり砂糖は多いもんですから、それをしょっちゅう食べる状態っていうのはですね、やっぱり肝臓を含め体にね、良くないことがいろいろ起きる可能性はありますので、そういったところも含めてですね、大会を目指すっていう前提で増量するのであれば、あまり砂糖を含まない、さっきのね、リーンバルクじゃないですけども、摂る炭水化物っていうのは、ある程度こう、澱粉質のものを主にですね、摂っていただくっていう感じで、どっかのタイミングでぜひ菓子パンはやめてみてください。という感じで、ちょっと最後はね、脅かすようなことを言ってしまったかもしれないんですけども、ぜひ参考にしていただければというところで、2つのね、ご質問に回答させていただきました。今日のね、経過報告動画は以上になります。じゃあ、最後にですね、今の、コンディションチェックということで、ポージングの映像を撮って、終わろうかなというふうに思います。体重がね、日本クラシックの時と一緒になったということで、自分でもちょっとね、コンディションを確認してみたいんですけど、一応、フィジークのポージングチェック。
はい、という感じです。一応先週との体重差が1キロちょっとっていうことですので、まあ、あの2つの映像を並べて1週間でコンディションがどのぐらい変わったのかっていうのを自分なりにもチェックしてみたいと思います。多分お腹周りの血管の見え具合はだいぶ違うので、まあ、おそらく、コンディションの差は見てわかるぐらいあるんじゃないかなとは思います。まだまだあの練習の途中というかね、発展途上なんですけども、もうちょっとスムーズにあのプレアクションとかもね、取れるように残り1週間しっかりとね練習していきたいと思います。はい、ということで、まあ、もっとねこうコンディションが、詰めていけると思いますので、来週1週間もねまた頑張っていきたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。